何しに来たんですか、この辺に。私ここに来てないよ、マオリさん。散歩。僕はここに来ましたか。私はここに来ましたか。来ました。あなた止めてからいる、うん、止めなかった場合は僕取るだけだよ。よあなたは誰ですか。私は警視庁の第八軌道でのエトです。なんで最初からちゃんと挨拶をしないですか。申し訳ございません。あ、これ大きな問題よ。どちらに行くんですか。お答えする義務がある、マオリさん。ここは故郷のバーを、うん、移動しているので、うん、どこかに行くかをお答えする義務がありませんですよ。アメリカ大使館。ここは日本だから、はい、アメリカ大使館とおっしゃっても関係がありません。応援一名お願いします。はい、応援一名。応援が必要。応援が必要ですが、はい、わしらはアメリカ大使館を警備しているので、僕関係ない。アメリカ大使館をおっしゃっても僕と関係があるんですが、うん、関係ないことはない。関係ない。いや、関係ないのになんでアメリカ大使館の話で出てくるんですか。今警備してるからです、我々は。どこ。アメリカ大使館。そうです。じゃあアメリカ大使館に行けばいいんじゃないですか。うん、じゃあアメリカ大使館警備のなら、場所が違う。ここはここは日本だよ、うん、いや、そうなんですけど、ここは日本を守りさん、うん、アメリカ大使館壁があって向こうにあるんですよ、うん、分かってます。ここは日本の領土を守りさん。分かってますよ。僕止めたの理由は何ですか。今僕止めたの理由は何ですか。アメリカ大使館僕止めたの理由は何ですか。おっしゃってください、その理由根拠。じゃあ気になった点は何ですか。あの帽子に日の丸ついてるじゃないですか。これあなた日本人ですか。日本人です。ここあそこにポルニーがあって、うん、はい、ね、国の国旗がね、はい、はためくんですよ。これどういう理由で国の国旗がはためいているんですか。いや、答えればいいんじゃないですか。あそこね、国旗があるんですよ、日本の国旗。